エアバス A320 から200ベトジェットエアは、ベトナムの格安航空会社である。ベトナム発の民間航空会社。ソビコ、ホールディングズ参加。2007年に設立。当初は、エアアジアとの合弁で、ベトジェットエアアジアとして運航する予定であったが、ベトナム政府の外資規制方針によって、エアアジアとしての運航が許されなかった。その後、 エアアジアが資本を引き上げた後、2011年12月25日から運行を開始した。2012年にビキニ姿の客室乗務員が機内で踊るサービスを開始し、国内外で話題を集めたが、問題視したベトナム当局により、地方航空規制違反で罰せられた。2017年7月25日、日本航空と包括的業務提携を発表。 同社とのコードシェア便運行は2018年10月28日より開始される。2018年5月7日、日本の国土交通省より外国人国際航空運送事業の経営許可を受け11月8日より大阪、関西、ハノイ間に就航させた。その後、大阪、関西、ホーチミンシティを同年12月14日に東京、 成田派のように2019年1月11日に、それぞれ就航した。2019年10月27日には、ダナン東京、羽田館が就航した。今後は、名古屋、福岡、鹿児島に就航する計画であると発表された。CEO のグエンティ・フォンタオは親会社のソビッコホールディングズの共同創業者、会長であり、東南アジアの女性として、 自力で成功した初のビリオネアでもある。既婚で4人の子を持つ。1970年に、ハノイで生まれ、ロシアのプレハーノフ記念ロシア経済アカデミー、ドミトリ・メンデレーエフ科学技術大学で金融と、経営を学んだ。日本など、アジア諸国の医療品、オフィス機器、肥料などを、モスクワで販売して、資産を作り、帰国後ベトナム初の民間銀行である、テクコムバンクと、 ベトナム国際商業銀行などに投資、その後、2007年にベトジェットエアを設立した。ソビコホールディングズは1980年代後半にメディア事業者として始まり、1992年からは産業機械、建設機械、特殊車両、鉄鋼、肥料などを扱う商社となり、ソ連のベトナム商業組合の立ち上げにも携わった。 1997年に金融業に進出し、2008年に社名をソビコからソビコホールディングズに変更して、航空のほか、金融、不動産、水力発電など20以上の子会社と約2万人の従業員を抱えるベトナム有数のコングロマリット企業となった。2018年現在、ありがとうございます。